ねえねえ、今日何の日か知ってる？え？知らないの？バレンタインデーのさ、次の日じゃん。知らないの？やばいよ、世の中出てさ、知らないの。しかもさ、ほら、私たちさ、幼稚園からずっと一緒じゃん？もうずーっと長い幼馴染じゃん？でさ、去年さ、あげたじゃん。チョコチョコ。まあ、あれは、ギリだよ。ギリチョコだよ。ギリチョコ。でもほら、今年は、ギリじゃないから、今年。ギリじゃないもん。いや、ギリじゃなくてさ。いや、本命。だけど、本命だけど、あげない！はい！ということで、今日はバレンタインデーの次の日でございます。なんということに、今回のオープニングのキャラクターは、チョコを渡したくても渡せないツンデレな幼馴染。果たしてツンだったのかはちょっとわからない。だってツンデレってわからなくない？しかもさ、何の日か知ってるってさ、別に何でもない日なんですよ、今日。バレンタインデーの次の日で何もない日なのにさ、バレンタインデーの次の日、いやだからなんだよってさ、私は突っ込んじゃうね、そこで。はい、ということで送ってくれたのはシュカリネームキムショウさんからのリクエストでした。ありがとうございます。こういうのを多分あれだね、キムショウさんはこうなんかやってほしいだろうねこうツンデレな幼馴染がいるのかな、もしかして。はい、ということで、なんだろうね、なんか演じてみてどうでしたかってこう書いてあるんだけどなんかちょっとわかんない。なんかまあバレンタインデーのね次の日ということで、今日の衣装はすごいハートが散りばめられております。なかなかないよね。でも最近服の好みが変わってきて、こういうのも好きになりましたね。ちょっと大人っぽい、なんだろう、シャツっていうのちょっとわかんないけど、こういうのもすごい好きになりました。オープニングキャラクターで演じてほしいものをハッシュタグシュカリコとサイトをアンダーバーシュカアットアベマ .tv で募集しています。はい、ってことでいつも通りに始まりました、シュカリコとではありません。本日はあのバレンタインスペシャルということで、まあ最初はね普通にはやりましたけど、なんか今回はバレンタインスペシャルということで、まあでも通常通り30分なんですよ。なんか別にまあ気持ち的なスペシャルだから、ということで1日遅れですがね、私斉藤朱夏からリスナーの皆さんに心を込めたバレンタインメッセージカードをなんとプレゼントしちゃおうと。はい、それが今回こちらですね。こちらのメッセージカードを見えるか、これをすごいね、書いてありますから、欲しい方は番組をツイッター連携してハッシュタグシュカチョコをコメントしてくれた方に1名様にプレゼントいたします。だから番組とツイッターを連携してコメントをしないとこれはもらえません。なので絶対連携してくださいぜひシュカチョコでコメントを書いていただけたら嬉しいです。皆さんも書いてね、今だから、今から始まりますよ。じゃあ私も書きたいと思います。こう黒で書こうかね。なんかいっぱいペンが用意されてて、私書いてる時ってなんか書いてる言葉の文字が言っちゃうから、それを言わないようにバーレ、ちょっと難しい、ちょっと待って、これだけは言わせて。ハッピーバレンタイン、これだけはちょっとね言わせてください。はい、書けました。これは言ってもいいやつ、書いたやつをチラ見だそうです。じゃあこっちに見せようかな。書いたのは全然見えなかったかも。書いたのはトントン、これはねやっぱ届いた方にしか見れないので、そういうねお楽しみもあると思います。ぜひこの赤い封筒を誰かにきっと届くと思います。
楽しみに待っててください。まあ、あの大したことは書いてません別に本当にあの大したことは申し訳ないけど書いてない全然。なんかもね、そういうキャラじゃないからさ、私もそういうなんか可愛いとかっていうのを求めてるキャラではないのではい、ということで、それではバレンタインスペシャル1分後に始まります。よろしくお願いします。ココリコ花大 MC 初タッグヤバいかすごいか紙一重、アベマビデオで無料公開中。どうしようかな、これ切らないようにしないとね。これも紙だから、よいしょよいしょよいしょ。これが私のおみくじです。よいしょよいしょ、納めください。ハッシュタグシュカチョコでツイートだよ。ツイートしないとプレゼントもらえないよ。それでは早速こちらのコーナーから参りましょう。ギリチョコじゃなくてシュカギリということでね、なんかこのシュカギリをなんて言おうかってすごい考えてたんですけど、まあ普通に言いましたすごいね、ギリチョコとシュカギリのギリをかけてるそうですよこれはということで、以前、あ、違う、以前私がっていうか、あの、今回、この間の大喜利がこれです。なんでこの人は飲み物を吹き出したでございます。みんな考えてくれたかな、頭いっぱい。はい、早速皆さんの回答を見ていきたいと思います。マメタさんからいただきました、ありがとうございます。はい、シャンプー始めます。どういうことどういうこと？あ、このあの吹き出てるところがシャンプーってこと？すごいな、やだわそんな美容師口から出されんでしょだってはい、続いていきたいと思います。クオハユさんからいただきました、ありがとうございます。今まで2年間付き合ってきたけど実は私男だったの。それは吹くわでもね、あれだよね、正直さ、この人さ、わかんないよね、女か男なのかなって、この後ろ姿では。いやいや、いいんじゃないですか、みんな結構キレてるね。おいおいやーやーさんからいただきました、ありがとうございます。じゃん、女の子、それ私の飲み物、男の子、え、女の子、関節キスだね。おお、なるほどね、動揺して飲み物を吹き出したってことね。あ、なんかいいね、それはそれで純粋じゃない。なんかでもどうなんだろうね、その女の子、女の子もじゃあこれ好きってことだもんね。でも男、ええ、うーん、なるほど、ありがとうございますえ、本気で、本気でとはなんだそれ、私の飲み物、え、なんだ確か、えってあったの、え関節キスだね、だからなんだよ。はい、行きましょう関節キスぐらい良くない？そらじろうさんからいただきました、ありがとうございます。そのそのそのボトル兼用に使ってるやつじゃんめっちゃやだ。いや、おもろ、それはやだわ。ジェミニーさんからいただきました、ありがとうございます。君が作る虹が見たいって言われた、気持ち悪いウケる。まあこのね、霧吹きでね、虹できますからね多分。いや、そんなそんなちっちゃい虹できるか、光に当てないと無理じゃない。じゃあ続いていきましょうか。え、なにこれ難しい、なんて読むんだろう。ドンガベー、ドンガベーさんからいただきました、ありがとうございます。今年の24時間テレビのランナー、シュカシューらしいぞ、それは服しかも絶対に嫌だ全然嫌だ普通にいや、24時間も私走りたくないもん。あんな、なんか見るのはいいけどさ、すごい感動するし、でもちょっと嫌だな。続いていきたいと思います。しのごのしのごのさんかな、多分
からいただきましてありがとうございます。おっと、私パックマンに登場するモンスターなの。これは絵を見していいやつだと思います。あの絵が送られてきたらもう勝手に見せるやつだから、あのこちらですね。こう、あ、これか。これがあのパックマンに登場するモンスター。こういうのいるよね、確かに。てかもう私の絵からさ、勝手になんかオリジナルキャラクター作られちゃったよ。まあ確かにいますよね、これ。続いて、ダイヤモンド黒沢さんからいただきました。ありがとうございます。ボディがガラ空きだよ。溝落ちへの重い一撃。イラスト来てます。そういうことね。なんかガサゴサやってると思ったら。いきまーす。ドン。おー、すごい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 。え、このさ、手、これすごい、これ。これ表現できるのすごい。え、てか、うまくない？人の体描くの。え、すごーい。これ結構私感動だわ。すげえ。ダイヤモンド黒沢。すごいね。え、面白いじゃん。ありがとうございます。一撃ね。溝落ちきついよね。ふみさんからいただきました。ありがとうございます。パパ、ママがお昼に会ってた男の人誰なの？きつ。マジで触れちゃいけないやつだから、それ本当に。でも子供ってわかんないよね。やっぱこう、わからないからさ、こう、見たものをこう、口にするからさ、怖いよね、子供って。はい、続いて、うまにゃんさんからいただきました。ありがとうございます。実は未来から来たあなたの10年後の子供です。あー、服のかな？でも確かに服か。でも未来から来たってすごいよね。だってドラえもんみたいなことってことでしょ？もし私自分の子供が10年後の子供ですって来たら、なんか真顔になるかも。え、みたいな。だって気になるじゃん、顔とかって。だって私の遺伝子をこう受け継いだ子供だからさ、顔とかすごい気になる。なるほどね。続いて、とんかつさんからいただきました。なぜ絵の人物が吹き出したか。女の子、私は斎藤主家、この世界の神だ。おい、そこのお前、飲んでいるものを吹け。と、絵の作者である斎藤主家様に命じられたから。いや、そんなこと言わないよ、私。え、なんすか、その顔。え、言わない、言わない。命じない、命じない。大丈夫、大丈夫。はい、続いていきましょう。こうやって、やれって。え？私は斎藤しか、この世界の神だ。おい、そこのお前、飲んでいるものを吹け。どういう神様それって。嫌な神。でも神様って本当にいるらしいよ。私本で読んだけど、そういうの信じるタイプだから。でも信じないとね、本当に。シュカリネーム、リテレカイ？何これ？リタリカイ？ LITTLEKAいい、いいじゃない。愛か。愛さん。あ、じゃあ、LITTLEKAI さんからいただきました。難しい名前だね。シュカシュが言ったとても面白いことを聞いて思わず吹いてしまった。さて、何と言ったのか。シュカシュよろしくお願いします。あれ、私さ、ラジオで言わなかったっけ？私、ボケとか考えてないんだよねって言ったよねっていう感じですかね。ありがとうございます。はい、続いていきましょう。トリコ人の石子さんかな。ありがとうございます。オクラは英語って知ってた？え、マジ？すげえ。え、マジ？調べよう。え、オクラって英語なの？え、オクラ英語？え、そうなの？知ってました？オクラが英語って。あー、なんか絶妙な顔してる。オクラは英語？英語でなんか、あ、ほんとだ。なんて発音するんだろう。オクラとかなのかね。そ、合ってる？オクラなのかな。でもほんとだ。なんかね、 Google のね、
和訳みたいなの出てきた。日本語でオクラ、英語でオクラ。すごい、1個知識増えたわ、また。これでラストですね。フォーチュンおせんべいさんからいただきました。ありがとうございます。お母さんがセーラー服着て歩いてたから、それはやだそれは服、マジでやだやだ。はい、ということで今回もたくさんありましたね。ここからね、最優秀賞を選びたいと思います。今回の最優秀賞はドゥルル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 、シュカリレーム、ダイヤモンド黒沢さんです。ボディがガラ空きだよ。ということでこちらですね。だってこれ絶対吹くやつじゃん。しかもさ、絵が普通にうまいっていう体のやつ。なんか結構、なんか私イラスト描いてきてくれた人に甘いかもしれないだってすごいもん、このイラスト。でも結構あれとも迷ったの。あの、そらじろうさんが送ってきてくれたそのボトル兼用に使ったやつだよとか、あとふみさんが送ってくれたパパママがお昼に会ってた男の人誰なのとか、結構みんななんか際どいところ行きますよね。しか兼用って言わせちゃうところね。まあいいんですけど、言うんですけど、全然そういうの全然大丈夫なんですけど。はい、ということで今回は黒沢、間違えた、黒沢じゃない、ダイヤモンド黒沢さんに決まりました。おめでとうございます。プレゼント、あーなんかそんなんやってたね。え、なんだろう。じゃあダイヤモンド黒沢さん、私の溝落ちパンチがプレゼントですどう弱そう。なんかね、いつか会える機会がありましたら溝落ちパンチって言ってくださいもしかしたらするかもしれないから、本当に。はい、ということで次のお題を発表したいと思います。なんかこういろいろとお題を考えておりまして、何がいいかなってこうスタッフ陣とも話してたんです。そしたらなんかこういうのいいんじゃないっていう感じだったので、ちょっとこう今までとはちょっと違う感じの方面からいきたいと思います。人はね、なかなか難しいっすよね。え、自分見ながら書いてます？もちろんです今自分見ながら書いてます。はい、ということで書けました。次のテーマはデルン、斉藤朱夏が言わなそうな一言、お願いします。これ私です。全然似てねえなんかいつもの感じのテイストで書こうかなと思って、まあとりあえず目でかくすればいいかなと思って。でもなんか私が言わなそうな一言って何なんだろうね。私自分でも想像つかない。自分で何言わないかな。私結構何でもボロ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 言うからなはい、ということで大喜利の投稿はハッシュタグシュカギリでお願いします。待ってます。今から縁結びさくらんぼみくじを引きたいと思います。いつもね、やっぱ私がバサバサ切ってるから、これを引いてみんなの恋がこうね、うまくいきますようにって代表で引きます。さくらんぼみくじだって可愛いよ、ほら。ギリチョコもらえるだけありがたいと思うよ。蓄電池だ。そうですね、ちょっとこの絵でわかるかなって感じですけども。わかります。例えば災害なんかが起きて、停電が起きたりすると当然電気は来なくなるよね、うん、そうなると停電しちゃう。で、僕らが使ってる、蓄電池があると、ここから電気を家中に流すことができて、普段通り電気も使えるし、家中で問題なく電気がいつも使えるような、うん、で、未来よし伊藤忠商事。見ていきたいと思います。これでもう今年のみんなの恋愛運が決まりますよ。わあ、なんと大吉運いいな。
え、なんかね、なんかね、まあね、いいこと書いてあります、いろいろと。でみんな代表して弾きましたから、みんなの声が今年は叶いますよ。まあ、叶わなかったそれはそれ、あの文句の手紙をくださいみんな大吉だからね、これは持って帰ります。やった、愛のキューピッド、あなたの恋実りますように。あ、しゅかりことです。かい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 、多分ここ使われそう。はい、続いての企画は、斉藤はバレンタイン1日後にチョコを渡すタイプです。え、違います、別に勝手に書かれた主観とお悩み解決え、もうそれ予想じゃん、うちのスタッフの予想じゃんそれ、1日後にチョコ渡すタイプです。え、別に、しかもなんかもうバレンタインとかもう興味ねえなんか作んのとかめんどくさいし。あ、そういうことね。あ、オープニングと続いてたらしいですなるほどね。でも私は違います、ちゃんと渡すとしたら、あの普通に渡します。シュカリネーム、あ、間違えた。このコーナーはリスナーの皆さんから届いたいろんなお悩みを、あの斉藤シュカが独断と偏見でシュカッと解決するコーナーでございます。早速5つ目いっちゃった。行きましょう。シュカリネームかよちくさんからいただきました、ありがとうございます。ハッピーバレンタイン。はい、ということで、もう時期バレンタインですね。はい、そうですね、もう過ぎましたけど、そこでシュカのバレンタインの甘い思い出や苦い思い出がありましたら、ぜひ教えてほしいです。そしてできたらいいんで、チョコを渡すところを全力でぜひ、ピースわら斉藤かっこ最高にっこりチョコ。すごいんです、絵文字がいっぱいついております。すごいよね、かよちくさん。なんか毎回斉藤かっこ最高って書いてる気がする、あのツイッターとかリプ見るとあのちゃんと見てるんで知ってますよ私はなんだろう、甘い思い出や苦い思い出。てかそれ、私がそれ話したところでさ、みんなに需要あるって思っちゃうんだけど私は。なんか小学校1年生の時に、あの好きな男の子にあげた記憶があるけど、恥ずかしくて渡せなくて、過ぎてからあげた気がする。あー、じゃあ合ってる合ってる1日後、まあでもなんか1日後かわかんないけど、なんかやっぱそのバレンタインデーの当日ってやっぱなんだろう、男女ともにちょっと浮かれモードになるじゃないですか、学校とかって。なんかざわつくじゃん、なんかみたいな、特に男子なんなんだろうねあれ、マジ腹立つでなんかちょっと浮かれモードになってて、まあ、小学校1年生の話ですけど、私もやっぱ小学校1年生ながらにちょっと恥ずかしいなって思ってて、でそれで渡せなくて、で結局多分なんかちょっと後ぐらいにママと一緒に渡して、でそれでなんかお返しがマシュマロだったんですけど、なんかマシュ、なんかその食べ物によって好きとか嫌いとかがあるみたいなっていう話があったんです、私の小学校の時に。でなんかマシュマロだとなんか好きじゃなかった気がして、でなんかマシュマロなのみたいな、ショックっていうちょっと苦い思いではありますねってことで続いていきたいと思います。シュカリネームスタースカイさんからいただきました、ありがとうございます。シュカシュ、こんばんは。こんばんは。自分の妹、過去高3に彼氏ができたと1年以上前に報告があったのですが、付き合っている様子がありません。え、どういうことだろうね。その後、その後どうなったのと聞いてみたいのですが、妹は兄に聞かれるのは恥ずかしいと思ったりするのでしょうか。あー、そうだね、私あの実際にこう姉と兄と兄がいて4人兄弟なんですけど、だから妹、まああのディアル妹ディアル末っ子、まあ多分あの話してる感じで分かると思うんですけど、別に恥ずかしくないんじゃない。でもどうなんだろうね、1年以上前に報告があったけど付き合ってる様子がないって。まあなんかお兄ちゃんになんか知られたくないからこうこそこそ付き合ったりとかしてんじゃないのかなって私は思うけど、どうだろう。でも別になんかどうなんみたいな感じで、なんかボソッと聞いてみたら、
え、なんか彼氏できたけどさみたいな、グイグイ来られるとなんかさ、もし別れてたら嫌じゃん、えみたいな、別れたんだなっちゃいそうだから、だからなんかおそらもんこれ言うすぎよどうなんみたいな感じで言えば大丈夫な気がする。まあだって兄弟だしさ、あの友達とかじゃないからさ、なんかもし喧嘩してもすぐ仲直りするっしょ。だからそんな感じでなんかこうポポロッと聞いてみたらいかがでしょうか。はい、ということで続いていきたいと思います。シュカリネーム藤丸さんからいただきました、ありがとうございます。シュカさんこんばんは。こんばんは。シュカさんを応援していることに妻が嫉妬ファイヤーなのですが、どうしたらいいでしょう。マジごめん妻の前ではシュカさんの話題をは出さないようにしているのですが、ファンクラブイベント当選を報告したところ、シュカさんのこと好きなのと聞かれ、嘘がつけず正直に好きと答えてしまいましたねえ、もう嘘、なんかもう嘘ねえ、なんか正直言いすぎじゃない、なんか嬉しいんだけど私は。でもなんかさ、あのなんか奥さんにさ、このシュカリごと見して、あのこんな感じでやってるから、もうなんかもう嫉妬とかしなくて大丈夫だから本当に。あのあ、じゃあ奥さんにメッセージ、あの藤丸さんは奥さんしか見てないので安心してください。あの私斉藤秀香はあのこんな感じでも、あの今22歳なんですけど、あの本当にあの大丈夫で、嫉妬しないでください。大丈夫です、あの奥さんと仲良くしていきたいです。私もよろしくお願いいたします。今こうハイタッチをしてる感じで手を出してるから、私は今奥さんと私はハイタッチをしました。でもありがとうね。あ、しかもファンクラブイベント当選が報告、だから当選したということで、藤丸いるのかな、あのファンクラブで聞きたいと思います、藤丸ってわかんない、言わないかもしんないけど、ありがとうございます。でもなー、まあなんかあの私のことを応援してくれるのは嬉しいんですけど、あの適度に、まあでも奥さんのことが一番好きでしょ、どうせとか私は多分2番目くらいでしょ、多分。まああれだからね、あの なんていうの、なんかこう、声優さんとしてってことでしょ、好きっていうのは。なんか恋愛としての好きじゃないと思うから、藤丸はね。でもどうなんだろう、もし恋愛として好きって言われたら、ちょっと私はちょっともう無理だけど無理だけどとかだってあの出会うことがね、こうフラッと出会って、藤丸みたいになんないかな、私は。みんなのことは友達と思ってるから、フランだよだからね、はい、そんな感じかね。シュカさん嫉妬することは、嫉妬したことは、どうだろう、ないんじゃない。だって私別にあんまり人間に興味がないからちょっとそんなこと言っちゃダメだよね。なんかね、あのね、世の中の怖いものランキング1位は、私は1番は人間だと思うのよ。で、2番はお化け。でもお化けはだって、まあ、実在するし、もしかしたら多分ここにいるかもしれないし、今こうやって肩組んでるかもしれないけど、でもなんかこう怖いものランキングだったら1番が人間で、やっぱ人間はちょっと怖いなってすごい思う。なんか別にあの何かがあったとかじゃないんですけど、こうね、分かんないじゃないですか、何を思ってるかって、その裏の顔とかっていうのが分かんないから。でもどうなんだね、嫉妬って、嫉妬っていうのがどういう感じなのかがあんまりよく分かってないから、あんまりそういうの興味ないっていうか。なんだ、あー3位ね、怖いものランキング1位が人間、2位がお化け。これ書いた方がいい、あ、書かなくていい、あ、書いた方がいい、あ消されましたね自分で書けと。なんだろうな、なんかのランキング、ランキング1位がもちろん人間、多分みんな怖いと思う。でもそのなんか人間の怖いところだったりっていうものを、私はこうハッピーにしたいからこの仕事をしてるわけで、2位がお化け。なんか前ブログに書いたんだよね、なんか人間って怖い顔もあるけどみたいな、そういうのは確かブログに、なんかブログは私結構いろんなことを論理的に話してる時があるので、ぜひ読んでみてください。3位なんだろうな、やっぱこれかな。じゃあ1位が人間、2位がお化け、3位はやっぱ虫、
なんか虫でもなんかいい虫と悪い虫、なんか虫に対してあなんかそんな感じになっちゃってるけど、なんか毛虫とか雲とか、あと私本当にダメなのがあのミミズ系のニョロニョロ系が本当にダメで、あのミルワームってあるじゃないですか、ハリネズミとかがよく食べる。うちのお姉ちゃんがやっぱハリネズミ飼い始めてミルワームあげるわけですよ。まあ生っていうかそう生きたやつじゃないんですか、乾いたやつがあるらしくてそれあげてるんですけど、そのミルワームが入ってる袋にバサって手入れてポイってあげてて絶叫もマジでないわっつって、私もうお姉ちゃんのその手触れないってでもそれぐらいちょっと虫系は無理かもしんない、ちょっと苦手かなって思う。ってことでもうここでお時間が来てしまったようです。今日の叱ることはいかがでしたでしょうか。バレンタインデーのね次の日ということで、私も結構甘めの洋服だったりとか、あとメッセージも書きましたからね、こちらも皆さんお忘れなく。はい、ということでね、あのちょっと告知を挟みたいと思います。この間発表されましたが、2019年配信予定の新作ゲームミコノートに天野弓役として出演させていただきます。2019年配信ということで、あの本当に幅が広いんですけどいつになるかっていう感じなんですけど、本当に配信をお楽しみにということで、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということでね、番組の感想とか斉藤主家にやってほしいこと、質問など何でも OK です。ハッシュタグ主家リゴト、もしくはモスクワだってもしくは斉藤アンダーバー主家アットアベマドット TV までどんどんお寄せください。お願いいたします。で、なんかね、カンペを書いてたんですけど、あ、大丈夫らしい。それでは本日はここまで。来週またこの時間にお会いしましょう。斉藤朱夏でした。おやしゅみー。あ、アーカイブでは、怖いものランキングをやります。見てね。